It's a video, actually. Oh, the video. Hey. Merry Christmas. Thank you. Hi, I'm this. It's Kwajin Vader. 皆さん、こんにちは。Kwajin Vader です。今回は、ロンドンの街のクリスマスの様子をご紹介したいと思います。I want to show you how beautiful the city of London is during the Christmas time.クリスマスの時期のロンドンってもう本当に街中すっごい綺麗なんですよ。ライトアップがそこら中でされてて、街全体がもうクリスマスムードっていう感じです。で、街中もすっごいランダムにサンタの帽子かぶってる人とかいますし、今年はちょっと私まだ目にしてないんですけど、サンタクロースの格好した集団がいきなり街の中に現れたりします。街の至る所にクリスマスツリーが飾られていて、ライトアップがもうそれもそこら中にされてます。でロンドンの冬ってもうとにかく寒くて天気は悪いし、日も短くてもう4時ぐらいから暗みたいな感じで、もうすごい神経臭いんですけど、そのクリスマスだなーっていうあのキラキラしたライト見てるとなんかワクワクしちゃうんですよね。ロンドンですごい綺麗なイルミネーションスポット数えきれないほどあるので全部は回りきれてないんですけど、私が回って綺麗だったところ撮ってきたのでぜひご覧ください。どうぞ。オックスフォードストリート、これはロンドンの本当中心を通ってるショッピング大通りみたいなところで毎年綺麗なライトアップがされてます。ここを2階建て のロンドンバスでスーッと通っていくとすごく綺麗ですね。でそのオックスフォードストリートを曲がったところにあるまたリジェンツストリートっていうところがすごい綺麗で、まあ、何年かに1回イルミネーション変わるみたいなんですけど、今年はもうずっと天使が道の終わりまで連なっててものすごく綺麗でした。あとはピカデリーサーカスの付近ですとか、コベントガーデンもものすごく綺麗ですね。巨大なツリーがあったり、ここはもう個人的にかなりのお気に入りです。それからトラファルガースクエアにも巨大なツリーが飾られていて、そこでクリスマスキャロルが歌われてたりもします。カーナビーストリート、これもあのオックスフォードストリートのすぐ近くにある小さな通りで、可愛いお店とかレストラン飲み屋さんなんかがあるところなんですけど、今年はなんかサンバ、ブラジル風の飾り付けになってましたね。でこのカーナビーストリートの中にもすごいちっちゃな小道があって、その中にまた綺麗なエリアが隠れてたりします。あとロンドンのこの時期のデパート、ハロッツですとかフォートナム・メイソンといったデパートの飾り付けも本当に綺麗ですね。それから高級ホテルなんかもものすごい綺麗です。あんまりその高級ホテルに入ることないんですけど、たまたまちょっと私ドーチェスターホテル今回行く機会があったのでなんか撮影したんですけど、すごいこれも綺麗でしたね。あとテムズ川沿いにも白い綺麗なクリスマスツリーが飾られていたりします。ロンドンタワーと並んですごく綺麗ですね。あとまあビデオには撮りきれてないんですが、もう本当に行くところ行くところで必ずと言っていいほどクリスマスツリーが飾られてます。大きなオフィスなんかでもエントランスに飾られてたりしますし、お店でも飾られてますし、パブでも飾られてるし、もうみんな個人の家にやっぱりクリスマスツリー置いてるところ多いので、この時期になるともうそこら中でツリー、木を売ってるので木を担いで買って帰る人とかもたくさんいたりします。街全
体が本当にクリスマスムードなんですよね。その極めつけと言ったら何なんですけど、ウィンターワンダーランドって言って、この時期クリスマスの時期限定の巨大遊園地みたいな、巨大テーマパークみたいなもんまで作っちゃうんですよ。いやそれはしゃぎすぎやろって思うんですけど、それはちょっとまた巨大なので別のビデオでしっかりご紹介したいと思います。で、日本もクリスマスの飾りとかライトアップはもちろんあると思うんですが、日本に4年間ぐらい住んでたフランス人とイギリス人のハーフの友達とこの前喋ってたんですけど、その子も言ってたのが、日本で住んでた時本当のこのクリスマスのムードっていうのはなかったって言ってました。もともとそのキリスト教の国ではないですし、クリスマスが国の行事なわけではないので、どちらかというと商業的と商業的にはなりますよね。日本はやっぱどっちかというとお正月じゃないですか。お正月は最近は昔より減っちゃったのかなって思うんですが、門松とか日本の旗とか飾ったりして、お正月の雰囲気っていうのが街中には溢れてたかなと思います。日本だとやっぱりお正月がみんな家族親戚と集まってゆっくりと一日過ごす日だと思うんですが、イギリスではクリスマスがそういう家族と過ごす一日なんですね。なのでやっぱりすごく大切な日として扱われてます。で、クリスマスの日はもちろん仕事がお休みですし、店も全く開いてないんですよ。完全に全部閉まるって言われました。公共交通機関も全部ストップするらしいです。チューブとかメトロとか全部ストップです。だってみんな家族とクリスマス過ごさないといけないから。日本だとお正月でもお店が開いてたり、電車は動いてるじゃないですか。コンビニ開いてたりしますよね。完全にもうクリスマスっていうのは全部ストップ。でも私が子供の時、私がまあちっちゃかった時って日本のお正月もそうだったと思うんですよね。それがちょっと不便ではもちろんあるんですけど、すごく恋しいです。まあ、電車は動いてたかもしれないけど、コンビニとかスーパーとか、あとバーゲンとか1日からやってなかったと思います。1日はお店も閉まっちゃうから、ちゃんと31日までに買っとかないといけないよって言って物を買ってて、1日に備えてた覚えがあります。1日は家族親戚で1日じっくりのんびりしながら過ごして、で2日からまあバーゲン行く人は行くっていう、お正月1日はこっちのクリスマスみたいにもう全部閉じましょう。こういう毎年毎年巡ってくる特別な1日を家族と大切に過ごすっていうのはすごく素敵なことだと思うので、休む時はしっかり休んで過ごすっていうのが私は好きです。不便だけど好き。便利なことが全ていいとは思わなくなっちゃったんですよね。不便なのが逆にいい時もあるな。ということで今回はイギリスのクリスマスの様子を少しご紹介しました。クリスマスの夜景綺麗だなと思ってくれた方はいいねをぜひお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。 Thank you so much for watching and hope to see you in the next video.